阪神大震災の時に、教会の、炊き出しに参加したのが教会の人と出会った初めてのことでしたね。そして、それからきっかけで教会に行くようになりました。最初は絶対クリスチャンにならへんって思ったんですけど、こう何回か行ってる間に何か普通の人と違うなっていうのを感じてまして、まあ、その時でもあんましよくわからなかったんですけど、とにかくイエス様が僕のために死んでくださった、そして僕のためにあの十字架があるっていうことを